セルフイメージについて。今日のお話はセルフイメージの大切さについてです。あなたは自分自身のイメージをどんな風に捉えていますか？短気ですぐカッとなって、なかなか人付き合いがうまくいかないなとか、何をやっても中途半端で本気になれない、そんな自分をなかなか変えられないんだよとか、人を楽しませることを大好きなんだけど自分自身はいつもどこか満たされない自分を感じているとか、みんなと同じように何かをすることはできるのだけど自分の中に何かやりたいことがあってやっているのとは違うんだよね。自分が何をやりたいのか、どうしたいのか、あまり自分のことが分かっていないんだとか、いろんなセルフイメージがあると思うのだけど、実はね、このセルフイメージ、自分自身が自分に対して抱いているイメージ、それが今のあなたの現状を作り出していると言ったら、あなたはどう思うだろう。これにはね、面白い仕組みがあるんだよ。そうだな、何を例えに話したらわかりやすいかな。例えば、あなたが今使っているボールペンがあるでしょ？そのボールペンはカチッと押したら先端が出てきて、ずっとずっと文字を書き続けることができるよね。だけどこれは200年前にはこの地球上に存在しなかったものなんだよね。誰かがある時、ペンの先にいちいちインクをつけては文字を書いていたら、何度も何度もインクをつけずに書き続けられるペンはないのかなって思ったはずなんだ。そして次に、そんなペンにするためにはこうしてこうしてこうすれば実現できるのではないかなって想像の中で描き始めた。はじめはきっとぼやーっと漠然とこんなものがあったらいいのにって感じだったもの、いやいや、こうしてこうしてこうすればできるのではないかって、細かいところまで具体的に具体的に描き始めた。ボールペンの材質からインクをどこに貯蔵しておくこととか、インクがスムーズに出続けるためにはペンの先端がくるくると紙の上を滑る球体のようなものを入れたらいいのではないかとか、もちろん頭の中で描いたもの、紙の上に描いたものを現実に生み出し完成するまでには何度も繰り返し試行錯誤しながら作り変えて今の完成形にたどり着いたというわけ。そう、頭の中で具体的にイメージし、それをさらに細かいところまでイメージしたら、それを具現化し現実化していく。そしてやがてなかったものがここに完成形として誕生し、そのイメージは現実となったというわけなんだ。この仕組みとね、そう、
セルフイメージが同じ仕組みで現実のあなたを作っているのだとしたら、あなたはどうするだろう。自分が自分を捉えているそのイメージ、そのイメージが具体的で、さらに細部まで自分自身のことを描いていたとする。するとさっきのボールペンの現実化するまでの仕組みと同じ現実化させる仕組みが働いていたとしたら、ボールペンが現実に誕生するまでのことをもう一度書くよ。頭の中で具体的にイメージし、それをさらに細かいところまでイメージして具現化し現実化していく。そしてやがてなかったものがここに完成形として誕生し、イメージは現実となったと私は書いたんだ。そう。だからね、あなたがあなた自身のイメージ、そのセルフイメージはあなたをそのように現実化させているということなの。ということは、そうなの、そうなの。もう気がついたよね。この仕組みを逆利用しちゃうわけ。いろいろな目に見えない仕組みに振り回されながら生きるのではなくてね、その仕組みを承知して、その仕組みをうまく逆利用して使えば、自分が自分に望む現実を叶えていけるんだよっていうことなのです。すごくない？このメカニズムが働いて、みんなの今が成り立っているのだとしたら、自分が自分に与えるイメージ、そう、そのセルフイメージをどう自分に描き、どんな自分を現実化させていくのか、自分自身を想像し、想像する、それを繰り返して私たちは生きているというこのメカニズムをしっかりと承知して、自分を目に見えないその仕組みや誰かに任せるのではなく、自分が自分に責任を持って自分自身で想像し、想像していくという生き方に変える。そのためにはセルフイメージをいつもどう持ち続けていくかがとても大切なの。そしてね、その時に大切になってくるのは、自分で今把握している現実の自分自身の力や性質や、人から言われたり評価されたりしているものを全部度外視することなの。そして次に、自分がなりたい自分像を制限なく自由に描く。そしてそして、そのなりたい自分像が今の自分自身にもうすでに叶っているかのように、自分自身のセルフイメージとして何度も何度も自分自身に刷り込んでいくの。そう、思い込むの。具体的に具体的に思い込むんだよ。大丈夫。思い込みは外から見えないからね。あなたがどう自分自身のセルフイメージを描いているかなんて誰にもわからない。そう、どれほど素敵な自分を描いたとしても、誰からも笑われたりバカにされたりすることはないってこと。例えば、そうだな、
なんだか困難なこと、いつの間にか楽しめて、些細なことで幸せを感じて笑ってる私。なんだかいつも素敵な人との出会いを用意されていて、その人たちからいろいろな知恵や発見やワクワクをいただく私。いつも心地の良いコットンの服を着て、髪の毛は自然にくるっとカルーして、パーマ代は関わらず、手間いらずで服や髪や身につけるいろいろなものにお金をかけなくてもなんだか素敵に見えちゃう私。なんてね、素敵なセルフイメージでしょ。慣れたい自分を細かいところまで描いていく作業は、それは自分が望む姿なので、心はワクワクし嬉しくなるから楽しい作業になるよ。ワクワク嬉しいということは、内側の自分、潜在意識の本当の自分が喜んでいるということだから、意識のほとんどを占めている潜在意識の力が働く。現実に叶えていく力は、さらにさらにパワーアップするというわけ。さあ、あなたのセルフイメージ。これからワクワクと新しい嬉しくなるイメージを想像して、未来の自分を、自分が自分の運転手さんになって、自由自在に想像していこうね。セルフイメージが上手になった人は、一つだけではなくて、いろいろなセルフイメージで自分の可能性をワクワクと叶えていくことも、ぜひ試してほしいよ。もしも自分を自由自在、何色もの自分に七変化できたら、かなり楽しそうだよね。こっそり楽しんでみて。今日はセルフイメージのその仕組みについてお話をさせていただきました。その仕組みを知って、その仕組みを逆利用して、私が私の運転手になって、私自身を私が思うように未来に作り上げていく、その可能性をぜひあなたも試してみてくださいね。今日も最後まで聞いてくださり、本当にありがとうございました。あなたのセルフイメージが、今のあなたの持っているそのイメージよりも、さらにさらに輝いて素敵になっていきますように。